里あやみです、今回は、妹ちゃん三女が東京に来ているということで浅草観光を妹としようかなって思います。よく利用しているアゴダを利用したんですけど、ハロー東京ハローアゴダというキャンペーンをやっていて、でさらにお得に予約することができたので2人でホテル代も含めて5万円以内で浅草を満喫したいと思います。久しぶりに温泉に入りたいなと思ったので、ちょっと妹も温泉も大好きだしサウナも好きなので、そういう温泉がついている旅館にしました。快適そうだし本当にね楽しみ、ホテルめっちゃ楽しみで、今回は着物も予約しているので、ちょっと妹と姉妹で着物を着て浅草の街をね観光しようかなと思います。楽しみですね。はい、スカイツリー見えてきた。見てほら先っちょが見えとる。今見える。到着しました。沢田屋すごいたくさんの種類がある。何着る？なんかインスタグラムとかすっごい可愛い、ね、着物がたくさんあって、何がいいかな。めっちゃ迷う。すごいたくさん出していただいて、うわこれも可愛いな。本当に迷うね。これにしよう。これじゃあちょっとこれで、私は奥さんはどれにしますか。それそれ可愛いやん。これにしますか。はい、いいやん。付けが終わって髪の毛をしてもらっています。お願いします。すでに結んでるみたい。すごい妹ちゃんもめっちゃいい感じ。はい、今着付けしていただいて完成しました。めっちゃくちゃ可愛い。見て、かわいい。超可愛くない？しかも私あんな短いショートなのにロングになりました。すごい可愛い。めっちゃ可愛くない？妹の。しかもねこの頭の上の部分パールついてんので、かんざしもつけてもらって、で後ろは同じようにしてもらって、妹もすごい可愛い。こっち向いて。あ、可愛い。恥ずかしいので顔出しはなるべく控えてます。感じ。かわいい。あ、こういうさ桜のつぼみと写真いいかも。スカイツリー、沢田屋さんがおすすめしてくださった大正ロマン館行きました。クレープのお店なんだって。ですごいなんか映えるようなショットがここら辺で撮れるみたいな感じで、結構たくさんの方が写真を撮ってます。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。めっちゃプリン硬い。大好きなやつ。うまっ、うまっ。もうプリンが本当に硬くて、これマジで美味しい。昔ながらのプリンって感じ。うまっ。うまいやろ。固めじゃないプリン。うん、まゆジューシーです、ね、ジューシーですか。これアイスにめっちゃつけて食べたい、うん、やばくない。てかね、このアイスがうまい。食べて食べて。すごい、すごい、めっちゃ綺麗ね。綺麗よね、うん、あそこ。あれ、あやみ個人的に好きです。いや、私はこっちですかね。あなたはこちらですか。はい、私はこっちです。こっちですね。先夜いいね。じゃあちょっと手合わせに行く、うん、そろそろね、一旦ね。あー香りがいい匂い。おせ、浴びり浴びり浴びり浴びよめっちゃ浴びてる、めっちゃ浴びてる。したばっかりのお抹茶のお店です。これがすごいさっき気になっていたのでちょっと行ってみたいと思います。あ、美味しそう。お抹茶と、店長お抹茶いただきます。
今まで飲んできたのと違う。結構苦いんだけど、その苦味がこう分かる、口の中でうーって苦い、うー苦いってなるやつじゃない。分かるかい？マイルドな苦さと。あったまる芯から超美味しい。いいね、空気がもう最高よ。なんかね、懐かしい気持ちになる。とりあえず着物をでちょっとブラブラブラってして写真撮ったりとかいろいろちょっと見て、でそれからホテルに行こうかなと思います。チェックインしてちょっとゆっくりして、そこから夜ご飯やね。今ホテルに向かってます。この花屋敷通りの沿いにあります。今回アゴダで予約したホテルがこのすぐ右手のこちらののです。こちらを予約しました。じゃあ行きます。こんな感じの、いや温泉、本当に温泉。チェックインが終わりました。こんな感じ。すごい、めっちゃいい。こっちトイレかな。手洗いもめっちゃ綺麗。あ、で、あれか、お風呂がついてるからシャワールームだけついてる感じですね。あ、でもめっちゃ綺麗。温泉があるのでシャワールームとトイレは一緒って感じ。不思議よこれ。じゃあ入っていきますよ。はい。ガラ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 。いやー、いいいい、コンパクトで。え、めっちゃ見て、ほら壁紙、おしゃれだね。おしゃれな。え、なんかさ和風よね。いいじゃん。冷蔵庫に季節のフルーツを用意しています。だってやった、嬉しい。ね、フルーツ。じゃあお風呂上がって、温泉上がってから、ほら温泉に入れるようにこういう風にカゴがあって、タオルとカゴと袋があります。だからこのまま持っていけるけんいいね。めっちゃ楽しみなんだけど、温泉が。サウナめっちゃ入ろうね。地面は畳ですごい綺麗で清潔感がある。お部屋からスカイツリーがちょっと見えてる。すごい、めっちゃ綺麗やね。わ、青くなった。あ、紫っぽい。あ、ピンク、かわいい。え、めっちゃいい。てかさ、よくない？こんな感じのさ、ホテル。なんか温泉に泊まるってなかなかないからさ、楽しくない？なんか本当に温泉の隠れ個室って感じじゃん、わかる？いいね。じゃあ今からちょっとゆっくりしてから、夜ご飯を食べに出たいと思います。今からもんじゃを食べに行こうかなと。話し合いの結果もんじゃに決まりました。ホテルから近いこちらの駅で食べたいと思います。
色が。ほんと違うよね。おいしい。ソースがすごい甘め。ソースが美味しいよね、これめっちゃ。今ねメイクも落としてすっぴんになったので、今から温泉に行きたいと思います。かわいいよねそれ、カゴバッグ。 What's in my bag? すごい行ってきます。お風呂上がりました。もう最高。ミストサウナがあってヒノキの香りだったんですけど、もうそれでもうびっしょり汗かいて、でその後になんか半分露天みたいな感じのスペースがあって、そこでこう外気浴して、でその後なんか壺風呂みたいなのもあったから壺風呂に入ってみたいな。ね、楽しかったね。めっちゃくちゃ気持ちよかったです。お風呂上がりのデザートいただきます。うんふん、うまい。フルーツ最高よね、お風呂上がりに。全体的にサービスがすごい良くない？だって飲み物もタダでもらえて、でお風呂上がりのアイスもタダでもらえるし、で、あれよ、夜食のラーメンも半ラーメンみたいなの無料なの。お腹空いたら食べようかなとも思ったけど、ちょっとあまりお腹空いてないのでフルーツでとりあえず。で、冷蔵庫の中にフルーツも入ったやろ？本当にサービスがすごい。今日はこんな感じで、もうお風呂も入ったことだし、もうだいぶ眠くなってきたので、ちょっとだけ編集して歯磨きしてもう寝ようかなと思います。本当に朝から晩までこんな浅草に滞在するってことがないので本当に楽しい。東京に住んでると東京でホテルを取って泊まるっていうこともないので、すっごい楽しいですね。なんか新しい楽しみ方を発見しました。いいね、そういうのもありやね。すごいね、リフレッシュができた一日でした。おやすみなさい。おはようございます。めっちゃ寝れた。夢もほぼ寝てない寝てないじゃない、夢もほぼ見てなくて。おはようございます。寝れた。サクは、うん、今日はまた帰ってお仕事もあるので、すっぴんでスキンケアだけしてっていう感じで、洋服はこんな感じです。今日のお洋服、はい、こんな感じで可愛い、ちょっと春先取りコーデって感じで。では部屋はちょっと軽くポコッと綺麗にして寝たいと思います。お世話になりました。また来るね。はい、というわけで今回は姉妹で浅草旅行の様子をお届けしました。2人でね、交通費とか全て合わせて全然5万円以内で収まりました。ぜひぜひ皆さんもアゴダを使ってお得に旅行してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。